ほのかに漂うアナルの香りに誘われてとある小料理屋に入った俺よく行ったのに誘われて小料理屋にそっから出てるってことかな店に入ると炙ったアナルでいっぱいやっている水谷豊がいた俺も同じものを注文し料理が出てくるのを待っていたのだがその間ずっとアナルについてのうんちくを披露し続ける水谷あまりのうざさに俺は辛抱たまらず水谷の後頭部をぶん殴り泡吹いて倒れる水谷を尻目に店を出たくなっちゃう。何でめっちゃ面白いけど全然上がらないけど上がるじゃないけど全然違うけどめちゃめちゃ面白いな、不思議なこと言うなアナルでアナルの香りに誘われた小料理かきやしいですね店に入った炙ったアナルどういうことだろう、やばい、連続エンジェル、はぁ